いや、で、最後にサプライズで、田村ゆかりさんがめるるの曲を歌ってくれるっていうね。すごいですよ。なんか、田村さんのライブさ、もうリハから見させていただいてたんですけど、すごいね。本当にすごいよね。なんだろう。なんか、あ、これがアイドルってもんだよなって思いました、私見てて。もうなんか、すごい生田目さんと、はやみんと3人でがっついて見てたもん、もう 目が離せないっつって。あれ客席で見てたら本当に興奮しただろうね。いやー、勉強に、あ、勉強に？私？あんな完璧にはできない。でもすごい、いや、ほんと素晴らしいなって思った。なので、いや、ローキューブではきっと踊りもあるから、いや、そこは、ピシピシッとね、田村さんのようにできるように頑張ろうとは思いましたけどね。はい。すごかったなぁ。田村さんのライブ行きたくなっちゃった。